2018高校杯の準決勝、トヨタ車対クイーンシーズ、昨年の優勝チームです。一方、初のベスト4進出、埼玉アゲオミリックスの一戦をお伝えしてまいります。今シーズンの V リーグディビジョン1では埼玉アゲオはストレート負けを喫しました。練馬ブロック、いいところで青柳が止めました。ネリマンを青柳が止めました。ルーキーの吉野、ネリマン、これもつなげるか、ネリマンよく返した。歓声が起こっています、大田区総合体育館。そしてシュジナルのフェイント、これも拾う、まだ続く、これはネットを越えませんでした。高橋沙織、荒木エリカのサーブです。強打、堀江が打ってきました。はじみ監督が恐れていた前回のリーグ戦とは違う埼玉上尾、そんな展開になっています。シュシナルブロックアウトで第1セット、埼玉上尾メディックスセットポイント。内瀬戸に打たせます。ここで堀江に対してブロック2枚、ワンタッチはありました。第1セット埼玉上尾、トヨタ車対クイーンシーズに12点差をつけて第1セットをものにしています。そのサンティアゴのサーブ、ネリマン強打で青柳、シュシュニャルのブロックを打ち破りました。井上はルーキー吉野を使う、ブロックに当てて、さあそこから火金はミドルを使う荒木、が出てきました。トヨタ車対クイーンシーズです。堀江、荒木を使う、堀江ブロックフォロー、練馬畳みかけます。トヨタ車対第2セットはトヨタ車対がセットポイント、ポイントはトヨタ車対です。高橋から火金、そして内瀬戸、最後は内瀬戸が決めて第2セットは取り返しました。トヨタ車対クイーンシーズです。サービスエース、さあブレイクポイントなるか。井上はシュシナルを使う、ブロック、大事なところで渡辺愛にブロックポイント、ブレイク成功。トヨタ車体が一気に引き離しにかかるか。3連続ポイント中のトヨタ車体、吉野を止める、高橋が止めて4連続ポイント。これも乱れた、シュシュニャルいいところに落としました。さあ第3セット分からない、ネットイン、ネリマンのバックアタック、ブロック、サンタゴのブロックで一気に同点。さあここをつなげるか、ポイント、トヨタ車対24点目、ネリマンが決めて第3セットセットポイント。シュシュニャル、火金、ネリマンよく決めた。第3セット競った展開も最後はネリマンが締めて25対23、第2第3セットを連取しました。左手で押し込んだサンティアゴ、ネリマンバックアタック決まって、さあ2点差、シュシュナリブロック2枚、ブロック、大事なところで荒木にブロックポイント。荒木の復帰戦、大事なところで一気に引き離します。ブロック、再び荒木、一気にゲームを締めにかかります。
吉野、長いラリーです。ブロックに当てました。24点目、連覇に向けて準決勝突破まであと1点、マッチポイント。しっかりと最後は練りマンで決めて、連覇に向けて準決勝埼玉上尾を下しました。そしていよいよ明日決勝の舞台、久光製薬との一戦に連覇の期待がかかります。